世紀後半の仏教の尼である。父は芝たち等。仏師、倉つりの鳥のおばにあたる。縄島。江前二や、禅蔵二と共に、日本最初の僧二の一人となった。五百八十四年、高栗の僧だったがその時現属していたエビンを、師として出家し、禅神二を名乗った。十一歳の時である。禅蔵二、江前二も、二となった。男女合わせ日本人で、 初めての出家者である。仏教は前代に禁圧されており、全身にの出家は仏教を起こそうとする、蘇我馬子の様々な手立ての一環であった。全身にらは、孫の彦後のもと、池部兵殿と、柴田智等のもとで移植を供された。この年、蘇我馬子が、居宅の東に仏殿を作り、弥勒菩薩の石像を安置したとき、三人の庭その、大会に呼ばれた。 僧乳をもてなすことは、仏教の実践では大切なことで、孫、利伝、立刀等らは三人の二を厚く尊数した。蘇我馬子は、翌585年2月24日には仏刀を立てて、大会を催した。ところが仏教を拝んだせいで薬病が流行したと、考えた、物ノノベモリアと、中富のマサル会が、3月1日に、天皇から仏刀を立てという見事のりを得た。 佐伯木おむろが、孫のもとに使わされた。役人は、引き渡された、全身にの三位を奪い、金庫して、つばいの天で鞭打った。蘇我馬子は、自分の病の治療には、美穂の力が必要だと天皇に願い出た。天皇は、孫が一人で仏法を行うことを許し、全身にらの金庫を解いた。孫は歓喜して、身を拝み、少女を新たに立てて住まわせた。 美達天皇は、間もなく、亡くなり、続いて即位した、陽明天皇は仏教に心を寄せていた。587年6月21日に、全身には、出家の道は回をもって、本とします。九だ羅に向かい、解放を学び受けたいと願いますと孫に語った。孫が九だ羅からの施設に依頼したところ、帰国後に国王に話すと言われた。7月に、 物のモ,モリ屋が滅ぼされると、仏教の交流が国の政策になった。588年に、全身ニラはこの年の九ダラ国史出身について、九ダラに行き、その地で学問を行った。翌589年3月に帰国し、桜井寺に住んだ。ABC、日本初期巻期、第20、美月天皇13年是祭場。新編日本古典文学全集。 日本初期にの488から489ページ。日本初期巻第20、美達天皇14年2月土のエネ城。新編日本古典文学全集日本初期にの490から491ページ。AB、日本初期巻第20、美達天皇14年3月定史上新編日本古典文学全集 日本初期にの490から493ページ。AB、日本初期巻、第20、美月天皇14年6月上。新編日本古典文学全集日本初期にの492から494ページ。日本初期巻、第21、陽明天皇2年6月講師上。新編日本古典文学全集 日本書紀2の510から511ページ。日本書紀巻、第21、陽明天皇2年6月0月上。新編日本古典文学全集日本書紀2の510から511ページ。日本書紀巻、第21、一。シ春天皇元年ぜ祭上。新編日本古典文学全集日本書紀2の518から520ページ。日本書紀巻、 第21、一シュ天皇元年春3月上、新編日本古典文学全集、日本初期2の520から521ページ。ありがとうございます。